よろしくお願いします。今日は天気がいいです。だいぶ日も遅くなってきました。夏が過ぎていこうかとしています。昼も30度ほどで過ごしやすそうです。この部屋は風が強く有名です。F35 ステルス戦闘機、最近見慣れてきて結構かっこいいと思うようになっていますが、昔はなんか開発当初は変な機体だななんて、形がもう少し分厚かったんですよね。ですから今のようにかっこいいとは全然思ってませんでした。ちょうど15年ぐらい前ですかね。しかし F35 もタイプが3つあり、やはり A と B は日本も導入予定ですので気になるところです。 C タイプに関しては海兵隊空母での使用を考えています。ですので日本独自としては全く関係のない機体となります。その日本が F35A 初めての墜落事故がこの間起きました。日本も空間失調、指揮失調、抑制装置など装備した方がいいかもしれません。どのパイロットでも陥る空間指揮失調、やはり自分の現在地が分からなくなると怖いものです。優秀な機体ほどそこは自動で操縦訂正してくれればいいのかなと考えます。やはり優秀なパイロットでも間違うことはあります。その操作方法、日本もまた優秀なパイロットを育てなくてはいけません。ガンダムで言えばニュータイプでしょう。しかしやはりコンピューターに人間がついていかない状況ですから、人間が把握しやすいようなプログラミングを組むしかないんです。
瞬時に解決する、そんなプログラムを今後は導入またアップデートも検討されているようです。しかしアップデートにはやはりお金がかかってくるんです。最新であればあるほどアナログみたいな計器類はなく、やはりコンピューターに頼るざるを得ない状況です。車にしても自動運転や衝突安全装置など多彩な装備がなされています。ですがこのコンピューターシステムによって確実に安全かと言われるとそうでもないこともあります。ただこの先 F3 計画へと進んでいきます。心身の鉄先以上の F3 戦闘機を日本を作らないといけないでしょう。やっぱり目指すは双発エンジン、2機のジェットエンジンでしょう。実に IHI には期待がかかるところです。すごく期待していますと同時に、どれぐらいのエンジンができるかもまた楽しみで、まだ全然実践テストは行われていませんが、今後の防衛省の F3 の方針でどんなに進むか期待しています。アメリカの横やりではないんですが、そんな F2 戦闘機の時のようにならなければいいと考えます。誰もが F3 戦闘機の誕生を待っているでしょう。せっかく加賀出雲が改修されるのです。その加賀や出雲を使えるような機体もまた開発してほしいなと、これはいつも毎回言ってますが、それぐらいで利用価値は上がってきます。大きく予算を取ることができないので、開発の進むペースが遅くなるかもしれません。期待をしています。